2007年、ホワイトハウスにて、ネル・ハーパー・リーは、アメリカの小説家、アラバマ物語で知られる。また、この物語の続編である、ゴーセット A は自慢が2015年に、米国で出版された。ハーパー・リーは、アラバマ州、モンドービルで生まれ、彼女が4歳の夏に、トルーマン・カポーティと交流するようになる。 アラバマ大学で法律を学び、次にイギリスのオックスフォード大学に一年間留学した。その後ニューヨークで航空会社の予約係として働き自活したが、作家として身を立てようと決心して仕事を辞め、南部の生活に関する一連の短編小説を書いた。編集者らの励ましを受けた彼女は、それら短編をもとにアラバマ物語を書き上げた。 1960年に出版されたこの作品はベストセラーとなり、1961年にはフィクション部門でピューリッツァー賞を受賞した。1963年には映画化され、主演のグレゴリー・ペックが主演男優賞を獲得するなど3部門でアカデミー賞に輝いた。60年代中頃にリーはカポーティと共に彼の小説、冷血の取材女子として旅行した。 カポーティは同作品を彼女に検定した。当時のカポーティを描いた2005年の映画、カポーティでは、キャサリン・キーナー演じるリーが登場し、アラバマ物語が映画化されたくだりも描かれる。アラバマ物語、イゴリーは、少数の短いエッセイを除き、作品を上司しなかった。こうの場にもほとんど、姿を現さなかったため、新たな作品に取り組んでいるとの憶測もされていた。 チャールズ・ J ・シールズによるアラバマ物語を紡いだ作家という表伝も2014年に翻訳された。2007年11月、81歳のリーは、その文化的貢献に対して、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領から大統領自由勲章を授与され、ホワイトハウスでの式典に姿を見せた。2016年2月19日死去、89歳坊津。彼女の死後に姉の許可を得て、 ツーキル、A 木金バードの続編にあたる、5セット A は自慢が2015年に出版されたが、その評判は良くなかった。ありがとうございます。